段階ジュニアのどうもノブです。はい、スケージです。どうも。いいね。やっていこうぜ。まあ、いやもういい、今日もちょっとね、また新しいことをね、まあ、今もうコロナのことばっかり喋っててもつまんないし、まあこれしゃあない。コロナの話は、うん、まあしばらくまあ続くから、うん、あえてちょっと置いといてとか言いながらも、うん、毎回コロナがいろいろね、まあ、騒がれてますが、うん、それで俺らが社会を切るって言いたいけど、切れん切れん、そう、上位切れない、こんな簡単に切れない社会がそんな簡単に切れたらさ、うん、もっと俺よりもさ立派な人は切れる。そういうことよ。ーい、今日はね、あえてもうぶっ飛んでちょっとね、うん、5G 急に喋ってみようみたいな。お前が 5G を語る、 何が変わるのみたいな。いや、わかんないよ。わかる 5G って。お前なんとなくね。まず何 1G 何 1G を、いやいや、それ、いや、なんとか G がジェネレーションってのは分かっとるのよ。いや、 1G がポケベルでしょ、携帯 PHS なんか通信が速くなってくるでしょっていうのは分かっとる。なるほどね。かといって理屈は知らんし、うんうんうん、いいよいいよ。いや、でもそんなみんな知らねえよ。聞いてる人絶対知らねえよ。今 5G になってるのだけど、結局今持ってる俺らがスマホとかだから新しいの買わなかんねん。結局あの端末をね、で今高いねんこれ、スマホが。それはね、10万以上したりすんねんな。それはちょっと確かに。 CM ではさ、5G 始まりましたとかやってるけど、うん、免疫のなんかあのかかし早めでしか使えないみたいな、そういう感じでしょ。それは一昔前にそういうことはあったよ、地域向こうで。アンテナ、アンテナ問題でしょ、うん、昔はね、例えば、うん、ピッチとかさ、ピッチもピッチだったら地下街入らへん、うん、高速道路とか電車内入らんとか、うん、そういうことではないね。でも体にはいいから病院で使えますとかさ。あ、それ待ってな。でしょ、あの医療院はもうピッチしか使わないよ。病院で携帯を使わないでください。本当なのかね。わからん。都市伝説？ねえ。あれもちょっとよくわからんけど、うん。だから電波が危機を誤作動を起こすから。ね。そういうのもさ、アンテナの何だよ、周波数とか、飛び出てる電波とか。もう伝次郎先生みたいにちょっと誰かさ、うん、ちゃんと説明してほしいよね。何がやべえんだとかさ。これだけどさ、俺らちっちゃい頃から例えばあってじゃん、あのこの間まあ話したけどさ、うん、ラジコンとかでもさ、プロポとかあった。プロポ、ラジコンの電波でしょ。電波でさ、1から5年土地から6年やったのかな、うん、なんかだって5と5でやっとご飯してみんな 5動作するね。お前緑俺も緑みたいな俺が動かしたのにお前のラジコンみたいな、なんかよくわからないみたいな。35年ぐらい前の話やで、うん、今そんなないからね。いや、でもあの時代でさえもそういうことやっとったってことは、うん、電波同士で干渉し合う。そうそうそう。ただその電波ってさ、俺よくわかんないじゃん。わかんない。VHS と純正の携帯の電波の違いもわかんない。じゃあ 4G と 5G 何が違うのとか、うん、なんか速くなるぐらいしかわかんないじゃん。まあ、わかるの？じゃあ説明してよ、ちょっと。5G？ わかんない。まず 5G の F。いや、G だからね、もう。A、B、C、D、E、F、G。あ、7つ目の単語。いやいや。で、5の I だろ？ I は、そこに I はあるんか？ あるんか？こんの。I はあるんや。愛は一番。いや、愛フルやろ。いや、スポンサーつくかな。よーい。そもそもだと、過去と、今と、比べて、今自分が、戻りたい。まあ、戻りたいとか、まあ、一番好きな時間とか、はどこって言われたら、どうする、どう答えるっていう。俺は、マジガチでいいよ。ガチガチ。場所も買うよ。場所も買うよ。俺ね、一番回りたいなって思うのは、いや、でもね、ぶっちゃけ、ああ、そっか。前置き長いな、俺。いやいや、でもやっぱイギリス、60年のイギリスかな、俺。60年。いや、いなかったでしょ、そこ。いや、いいじゃん、いいじゃん。いらんこと言う。行きたいってこと？いや、生まれるんだったら60年代のイギリスに。そういうことね。そういうことだいぶ遡りつつも。え、なんでもいいって言ったんやけど。いや、いいって言ったけど、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、自分の人生の中で、今が楽しいのか、ある、なんか、高校生の時よかったな、中学の時よかったな、小学生の時よかったな、でも、幼稚園の時よかったなって、そういうのを、今生きてきた。自分の軸の中で、もう一回あそこに戻ったら、こうやり直せるなとか、考え直したいなとか、いろいろある中で。そんなこと言ったら、大した面白いですな。
いや、そこはもう何、自分の中の念っていうの、こういうなんか、あれ、風景あるやん。うんうん。だって、うわ、あの風景って思い出してしまう。嫌な風景しか思い出せへんやん。あ、戻ると？もう、俺ら。過去は嫌なんじゃん。じゃあ、俺が生きてきた人生って、なんかすごいコンクリートのさ、コンクリートジャングルで流行ってたし、東京砂漠。この東京砂漠って。いいね、そんなこと。東京砂漠っていうさ、感じがすんねん、俺は。なんかコンクリート。じゃあ、そう思ったら、だから今の方がいいってことね。いや、今もだけど、だから時代とかじゃなくて、うん、それが一番なんか戻りたいなって言うんだったら、それ何どういうこと、今の状態で戻るってこと？そういうことじゃない。だってさ、その時のもう状態に戻っても一緒やねん、多分。いや、もう、なんかそう、やめ、なんかそんなもんさ、タイムマシン的なのやめて、もう。いや、その時代に、同じ、その時の、違う。知能しかなかったら。その時の温度でいい。その時の、中学の時だったら中学生の、じゃあ、もっと繰り返すってことだろ、それ。その時にもしかしたらなんかあの自分が犯したことによってこうやってたら変わってたかもなみたいな、もしもあるんだったら、そこに戻って、あの決断は変えたかったな。でそれだけどさ、第三者の意見が入ってるわ、それ。こういう風にしたら絶対あなたの未来はこうなるからこういう風にしなさいっていう、いや違う違う、自分の中でよ、自分の中の決断でこうしとったもんね。でも何、その時に戻ったらもちろん今の気持ちがあれば、いつにだって戻れてよ。幼稚園にも小学校にも行ってみよう。中学にも高校にも行ってみよう。いや、今の記憶丸々持ってったらもうそれこそ面倒くさいことあるから。でもそれ今の気持ちだったらめちゃくちゃ楽しいと思うね。この後どうなるか分かってるからね。分かってるから。こうしちゃいけるみたいな。それはもうあの、こうしたらタイムマシーンに乗って、もうなんか馬券買って当てて金持ちになると同じことだ。そうそう、だから前もとあの、バックトゥーザフューチャーのあれだよ、馬券、これからの。そう。金融の。当てちゃうっていうの。当てちゃう。そうじゃなくて、いや、その時なんか、いや、まあ簡単に言ったら、やり直したい時ってあったかって話よ。やり直したい時ってさ、その時はその時しか戻れないのよ。思い出すだけでいいや、それやったら。いや、そういうチャンスがあったら、行くか行かんか、やるかやらないかの話と。行くわけないからさ、同じなんだろ、結局。いや、でもそこで、なんか、答えが変わるかもしれない。変わらないやん。同じことは、俺は自分なんだよ。今はね、今は変わらないけど。どういうとこで変わるか、変わらない軸があったかもしれないじゃんって思ったら、いや、変わらない軸ってどういうことなんだ。いや、だから自分の中で、あの時にこの子に告白しといたら、今俺はもしかしたら結婚して、俺は子供を相手、違う世界があったかもな。いや、それちょっとおかしい。お前言っとくのおかしいんだね。どういうこと？その時に、この人と出会って、結婚してとか言うのって、その時やったらまた同じこと繰り返すだけやん。違う、だから、そういう繰り返さないチャンスがあったらどうしてたって。そのチャンス誰が与えるの？いや、だからこれ夢バカか、お前は。いや、何言ってんの、お前。空想の話をしてるだけじゃん。誰が。お前が海に飛び込んだ時に、あの子と一緒になってたら、今の人生と変わってたかもしれないんじゃないって、思ったことないってこと。思ったことないってこと、ないな。じゃあ今が一番いいんでしょ？今ってか、だってしょうがないじゃん、それ。ほんで今がいいんだから。そういうことだよ。なんかそれ納得いかへんな。いや、あそこで俺、あいつに告白して、あいつともっとうまくいってたら。結局そういうでしょ？結局そうじゃん。たらればの話だよ。たらればってか、その時に、ちゃんとお告げしてくれる人がいるかいないか。お告げとか入れんな。どの時代に、将来こういう風に、ちゃんとこういう風に困ってもらってって、お告げする人がいるかっていう風に質問変えてくれる？ちょっと待って。俺言ってること間違ってないよね。待て。今、もう10ゼロで、林刑事おかしいやん。お前おかしいんだから。だって、その時戻ったって同じやん。戻っても、同じことしかない。ちょっと待って。戻っても、お告げする人がいいんだもん。同じ人生が待ってるんじゃなくて、違う人生がその時に起こるって考えたら、どこで戻りたい？だからその時期に戻って、その時の自分になったら、同じだと思うで。いや、でも、どこかのタイミングで何か決断を変えたいとか。じゃあ、家を出たりとか。それってさ、分からへんやん。分からん話をしとるんじゃないかいみたいな。分からん話で今盛り上がろうとしてるのに、なんでお前は毎回現実に戻ってくるんだ、バカ誰が。現実すぎやもん。俺人信用しないし。いやー、今日も段階始めな、終わったで。あー、もしよかったら、チャンネル登録よろしくお願いしますわ。頼むわ。